こんばんは、KY スタイルです。今日は日本屈指の温泉街、群馬県草津温泉に2021年6月にプレオープンしたばかりのホテル&スパリゾートラビスタ草津ヒルズをご紹介します。ラビスタ草津ヒルズは和風旅館が多い草津温泉では珍しく、海外のスパリゾートっぽい雰囲気がとっても素敵なホテルです。こちらは売店、お土産や美容品も海外のスパっぽくてとってもおしゃれ。まずはロビーにてウェルカムドリンクで乾杯。とっても美味しいハニーウォーターをいただきました。今回宿泊したのは205号室。なんとこちらのホテル、全室天然温泉の露天風呂付き。お手洗いは壁とトイレットペーパーがグリーンで、なんだか抹茶の香り。そしてこちらのホテル、なんとドイツのグリム童話のテイストを入れたお部屋が3タイプあり、こちらはヘンゼルとグレーテルルーム。異国情緒あふれるお部屋と温泉の組み合わせが新しくてとっても面白い。できたばかりなのも相まって、お部屋はとっても綺麗。そして個人的に嬉しかったのがドリンクサービスの多さ。なんとこの2リットルのペットボトルもサービス。お部屋に置いてあったバームクーヘンやお菓子もめっちゃ美味しかったです。冷蔵庫にはとっても美味しい紅茶とお水がサービスで入ってました。くつろぎやすいのでワーケーションや連泊にもぴったり。こちらはクローゼット、消臭スプレーがあったのが嬉しかったです。こちらは館内着とタオル類。温泉旅館同様、レストランもドレスコードなしで館内着 OK だったのがとっても嬉しかったです。こちらはテラス、ほんのり温泉の香りがします。続いて洗面所とお風呂はこちら。清潔感があり、綺麗でコンパクトにまとめられています。歯ブラシやアメニティは引き出しの中に、お部屋のドライヤーはパナソニック製でした。そして天然温泉露天風呂は自分の好きなタイミングで湯張りができます。改めて、効能豊かな草津温泉をプライベート空間であるお部屋で満喫できるのがとっても素敵だと思いました。浴槽は香り漂うヒノキ風呂。極楽極楽。続いて館内。館内の中心にはドイツ最大の滝、トリビルクの滝をイメージした滝が流れています。最上階には大浴場と無料で使用できる貸切露天風呂が4つあります。こちらは貸切露天風呂の待合室。こちらのボードでランプがついていると使用中の合図。貸切露天風呂は森、岩、山、風の4種類。こちらシャワーがついていないので、大浴場かお部屋でシャワーを浴びてから入浴します。まずは森。シンプルでゆったりとした浴槽と比較的ぬるめなお湯が特徴的で、個人的には一押しです。外を眺めながらゆっくり半身浴がしたいという方におすすめのお風呂です。続いて岩の湯。シックでライト加減は暗め、落ち着いたテイストの岩の湯は温泉らしい露天風呂が特徴的なお風呂。比較的温度高めなので、最初に体を温めるのにおすすめのお風呂です。続いて山の湯。全体的に明るめで、ヒノキっぽい桶風呂が特徴的。一人でもくつろげますが、気の置けない家族や友人と、だんだんとした入浴をしたい時にもおすすめのお風呂。最後は風の湯。こちらもライト加減暗めのシックで落ち着いた雰囲気。五右衛門風呂のような丸いお風呂が特徴的。混浴も楽しそうですが、こちらは一人でゆっくり入りたい時におすすめです。草津の温泉は湯あたりが柔らかく、効能も多くてとっても気持ちいい。大浴場にはヒノキ風呂と露天風呂、五右衛門風呂とサウナもあり、とってもくつろぐことができました。お風呂上がりはアイスキャンディーとフラワーウォーターのサービスがあり、ほてった体を冷ませて最高。夜ご飯はレストランマノスにて、シックなデザインで山の中にあるレストランみたいな雰囲気。まずは特製ザクロソーダで乾杯。程よい酸味と炭酸加減が食欲をそそります。まずは前菜、どれもおつまみにもぴったり。続いてめちゃくちゃ美味しいロールキャベツ、特徴的なソースにやみつき。続いてキノコのクリームスープはクリームなのにあっさりしていて最高。お魚料理は甲殻類パラダイス。メインのお肉はローストビーフと子羊を選びましたが、私は子羊をチョイス。めちゃくちゃ美味しかったです。お肉の後はチーズと季節のデザート。全体的に浅草の名店マノスの料理を織り交ぜたコースだけあって、とっても美味しかったです。
温泉旅館で夜ご飯を楽しんだ後、ラーメンが食べたくなることってありませんか？あるある。なんとこちらのホテル、夜の10時からラーメンのサービスがあるんです。スパリゾートと名乗っておきながら日本人の心をわしづかむこのサービスは最高。朝食はレストランマノスにてビュッフェスタイルでいただきました。品揃え豊富のドリンク、和食も洋食もどれも本当に美味しかったです。温泉とスパの融合が楽しめるラビスタ草津ヒルズ、皆様もいかがでしょうか。